山口さん危険、それはあれでしょ、今から剥いとけってやつでしょ、おちんちんをちょっと鍛えられて、こう気筒の部分が大きくなるぞみたいな、初めはちょっと痛がゆいけど小6か中1ぐらいからちゃんと剥いとけよみたいなね、山口さんありがとうございます、伝わると思うのでね、こうやっぱ女性を喜ばせられるぞというところですよね、ケンリさんね。そこ大切ね。俺もやってた。中学1年生ぐらいからやった方がいいみたいなさ。自然とやってたんですよ。俺はね、でもね、そんな大きくならなかったかな。俺ちょっと若干ロケット型みたいな感じで。こうなんかちょっと、ね、祈祷が大きいのをちょっと憧れるみたいな感じだったんですけどね。もうちょっと早く、やっぱやっとけばよかったかなみたいな。で俺結構ね腹筋するんですよね。腹筋さ、腹筋とか腕立てとか筋トレするとさ縮こまっちゃうんですよね。でその時もさ一回なんかめんどくさくてさ、とりあえず今もう筋トレに集中してるからみたいな感じでね、おちんちんの筋トレじゃなくてね、本当に筋肉のトレーニングをしてたから、でそうすると縮こまっちゃうんですよね、防衛反応でね。でその時もいちいちやってた方が良かったのかなと思ったんですけど、でやってないからかな、で人よりトレーニング量が多かったからかな。ちょっとね若干ね、ロケット型なんですよ。その情報いらなかったかもしれないけどね、皆さんがね、それは俺の将来のワイフがね泣きが知ってくれる、まあそれでもいいとはね。ね、ロケット型でも最高みたいな。と言ってもらえればいいかなみたいな。あとはもうテクでカバーするしかないみたいなね。ね、まあ、カバーしていきたいみたいなね、感じですけど。ね、まあ、ちょっと次の話題。